皆さんこんにちは、うさぎです。今回はダイソーで1万円分購入してきました。それの商品紹介をしていきたいと思います。それだけじゃちょっとつまんないと思うので、商品紹介を英語禁止でやってもらいたいと思います。無理だって。もし英語喋ってしまったらその商品を没収します。え、最悪じゃん。何それ、ひどっ。マジか。まあ頑張りたいと思います。それではどうぞ。じゃあ今からスタートです。ということでじゃあまずこちらの袋から紹介していきます。まずじゃん、こちら釣り竿です。最近あの釣りにちょっとパパの影響でハマってて、ちょっと何回か釣り行ってるんですけど、ちょっと私なんか貸し竿なんですよいつも。なのでちょっとそれ嫌だなって思ってたら、なんとダイソーにこの釣り竿が売ってたので買っちゃいました。まあ、ちょっとこれはね1000円なんですけど手に入れられたのでめっちゃ嬉しいです。あ、商品名はまあ大丈夫です、はい、ウィッグショートボブですね。寸劇とかやると思うんですけど、その時に結構このカツラウィッグ使う。あっ、ちなみに400円の商品でした。続いてこちらカツラショート白髪です。寸劇とかの時にちょっと先生役とかで使えるかなと思ったのでちょっと買ってみました。これ500円ですね。ファンシースティッキっていう名前なんですけど、これねね動画のみたいな感じのアプリ。マジ最悪。はい、続いてじゃじゃん、あ、ファンシーティアラですね。ちょっとこれもね使えるかなと思ったのでちょっと買ってみました。これね紫とか青とかもあったんですけど、私の好きな桃色にしてみました。1と4なんですけど、ちょっとね私が誕生日が10月なんですけど、まあ、ちょっとその時にとか写真を投稿するちょっと虹色がかったとかであげられるかなって思ったので、ちょっとこれもね買ってみました。これなんか春巻くん勝手に入れてきたの、300円の高いやつ。クリップ熱伝導ヘアブラシ熱で巻きも直髪もできるみたいなのですごいいいですね。ほらここでぐるぐるにできます。まあ私も使いたいと思います。こちらグルーガンです。これもハローくんが勝手に入れてたんですけど、結構使いたいなって思う場面とかあったので私も使いたいなって思います。これは200円です。こちら充電専用ライトニングケーブル、このあれ持ってるんですよ、この緑のさあれのやつのあのペッタンペッタンみたいなやつそんなのでめっちゃ親近感湧いたし、見て可愛くないこの子なんなの本当にこれは。終了9800円ぐらいの時になんかこれ出してきて、あの銃で撃つゲームそうか、ハマくのだからいいや。どうぞモバイルバッテリーあの緑のやつのペッタンペッタンらしいんですよ。こんな感じ、携帯用充電器結構何個あってもね足りないぐらいなので、これ500円ですね。こちらディフューザー GT リフレッシュ、部屋の中の匂いが良くなるやつなんですけど、めっちゃおしゃれじゃないですか。そうこれね、インテリア、ああもう最悪、本当にこれめっちゃ欲しかったのに。続いて環境に優しい袋持ってきましたよ。化粧をコットン名前に書いてあるコットン、グッドパフです。あ、またティッシュでやらなきゃいけないのか。これママが使います。うわ、ワイヤー入りふわふわ先の耳か注射、これもあのやつで使えるかなと思ったし、節分とかのさ節目あるじゃん、節分お月見、何何
目がお付きに。もういいです。可愛いので買いました。あ、そう。これめっちゃすごくない？味付飲み物とかを入れて固めて冷たい固体作れるみたいなやつなんですけど、家でやってみたいと思います。カプチーノミキサーです。で、TikTok です。おすすめに流れてきたんですけど、これを使って牛乳と苦い茶色い飲み物を混ぜた最近流行りの飲み物あるじゃないですか。それを作ってるのを見つけたので、これがねダイソーに売ってるって知ったので、やっと見つけて買いました。アイアン小物観覧車、お部屋の飾りに使えそうだなと思ったので買いました。続いて、私はちょっとハルオくんの部屋が臭いって毎日言ってるんですけど、それをちょっと気にしてたみたいで、俺もこれ買いたいって言い始めたので買ってました。カーテンクリップ、これはカーテンを募集です。買ってカーテンと言ってしまったので、クルー丈ソックス、ピンクラテですね。めっちゃ可愛かったので買いました。みんなもぜひ見てみてください。指輪、こういうね、私こういうシンプルなママがいただきます。イヤリング、ディズニー、可愛くない？めっちゃ可愛くてお気に入り、アイスピックです。なんか私の家の氷が固まっちゃうんですよ。なのでちょっとこちらの氷を買いました。マイメロディーちゃんの金属磨きクロスですね。指輪をお風呂場とかに置いといて錆びちゃうんですよ。金属磨きを買いました。ショッピングバッグです。環境に優しい袋ちょっと推奨してるので買いました。こちらはマスコットボールペンポチャッコ、クロミちゃんもあるらしいんですけど、ちょっと売り切れちゃってて、ポチャッコを買いました。もうこれもなんか買ってたんですけど、ハローくんがロングガムですね。しかも3個も買おうとしてたんですよ、この人。後で開けたいと思います。指先&ネイルケアパック、指が綺麗になるみたいな保湿です。めっちゃ可愛くない？ちょっとなんかカカオ募集です。はい、こちらはスナック菓子の、はい、2つとも募集です。マジ最悪。ハローくんにあげます。キャンドルですね。可愛いよね。エアハンドポンプですね。この後にちょっと結構風船とか紹介するんですけど、ちょっとその時にも必要かなと思ったのでこれ買いました。コンフェッティバルーンハート型、すごい可愛いなと思って買いました。お部屋の飾りとかにもいいですね。これもビニールバルーンですね。フィルムチャック袋ですね。口を覆うものとか入れたりできますね。こちらは面白いマスク、たらこ唇です。だからこのシリーズなんか結構あったんですけど、チーズどう？変わんない。え、全然変わんない。 つけてる。じゃあこれ募集でいいです。何なのこれは。卵を抱いてる鶏ですね。これを押すと卵が出てくるみたいな、なんかよくわかんないの。ちょっとまたハルオくんに変わりました。ハンディガスマッチって言うんですけど、なんか花火とかに使えるかなと思って買ってみました。なんかちょっとこれは私の誕生日の日に開催されている年に一度のお祭りとかですごい使えるし、ハロウィンですね。なんかうわっ、はぁ、とかいう動画、ドッキリはいい。ドッキリ英語じゃないし。ドッキリとかにも使えるかなって思って買いました。いいですね。続いてこちら、なんかまんまに買われました。ボールペンで字が書ける、手で簡単に切れて手軽に使えるテープ、ティーライトテープ。なんかこれはこのテープの上からなんかいろいろかけるみたいなので、そうそう、便利だから。あ、テープテープテープ。でも募集です。ママが使います。理想の二重が叶う片面テープです。ちょっと私のね二重幅の調子が悪い時とかによくペッタンするんですけど、ほんとダイソーのペッタンがめっちゃ良くてまた買いました。これはなんか釣りの時に使うなんかフロックって書いてあるんですけど、何だっけこれ。今度使ってみたいなと思って買ってみました。私の大好きな一員、マスキングテープですね。アンティーク調ライト。ここを押すとなんか光るみたいな商品なんですけど、ちょっとお部屋とかに置いたら特徴になるかなって思いました。ウェディングクラッカー、ウェディングドッキリとか見つかるかなと思ったら、ちょっと
でした瓶型投げテープ。そう、これすごくない？ここを引っ張るとこれみたいになんか出てくるらしいんですよ。めっちゃいいなと思って買いました。はい、よくに仕掛けちゃうちょ瞬間冷却パック。私の大好きな一員のなんか叩くとすぐに冷たくなるみたいなやつらしいんですけど、すごくない？貯金箱ですね。これ絶対なんか誰買ったの？誰買ったの？ハローくん。ハローくん絶対こんなの食べないからね。ミニ扇風機だって可愛い。キラキラストーンシールですね。なんかちょっと最近目の下にちょっとペッタンを貼って映えさせるみたいなの最近ちょっとみんなやってるんですけど、ちょっと私も仲間入りしたいなと思って買いました。ビッグストーンパート3ですね。ちょっとこれもちょっとみんなつけてるので買ってみました。 UR グラムさんのグルーミングアイカラーパレット03番ですね。原色が結構多い目のやつなんですけど、黄色とか入ってるアイシャドウ、あ、もう最悪。おしゅです。パックンチョチョコですね。これうーちゃんがめっちゃ好きなのでうーちゃんに買ってあげました。あ、クロミちゃんですね。髪なんですけど、これもクロミちゃんの髪なんですけど、携帯用髪。普段私学校に髪持ってってないんですけど持ってきたいなって思いました。キティちゃんと一緒に制作した商品なんですけど、アイブロウパウダーですね。うんうん、商品名だよ。ブルーミングアイカラーパレット02番ですね。なんか全部使える色でいいなって思いました。これも釣り道具なんですけど、これね100均にあるんだよって教えてあげたいなって思いました。冷感抱き枕イルカパイナップル。イルカとドーナツで取れる木になってるね、果実、まあそれの共同制作で、すごいなんか冷たいらしいですよ。終わりでーす。募集したのが11点でしたね。ほぼ1000円募集されてますね、はい、え、でもちょっとこんなにゲットできてよかったです。もうアロマネフューザーとかマジさ、あんなにいっぱい時間使って悩んだのにすぐなくなっちゃった。ダイソー久しぶりに行ったんですけど、なんかいろんな新商品増えてたり、ディズニーとコラボしたり、いっぱいコラボしてたのでね、ぜひ気になったものがあればダイソーを買いに行ってみてください。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。